デノミナシオンで、オリフェーンは、スペインの食料品に対して与えられる、原産地故障制度。スペインワインを先駆けとするが、現在では、チーズ、蜂蜜、オリーブオイル、香辛料、シードラなど様々な食料品で、同様の原産地故障制度が使用されている。ここでは、特に、スペインワインの原産地故障制度について説明する。 生産したワインをバイヤーに安く買い叩かれていた、小坂実のりの独立の機運が高まり、1926年に、リオハ原産地故障統制委員会が設立されたのを、はじめとして、ヘレスやマラガなど各地に、自主的な原産地故障統制委員会が設立されたため、1932年にはワイン法が制定されて、各原産地故障統制委員会を統括するようになった。 1970年にはワイン法が改定され、1970年代に、ぶどう畑、ワイン及びアルコールに関する法令が施行されると、原産地故障庁が設立されて、原産地故障制度が定められた。品質故障局は、ぶどうの栽培面積、地域の境界限定、栽培品種、植樹密度、収穫量、勘買規制などや、ワインの収量、醸造法、アルコール度数、 総アリュー産量、気発酸度、官能心検査などを定めた。1988年には、DO ーの上位カテゴリーとして、特選原産地故障が制定され、1991年に、スペイン初の DOC として、リオ派が2003年に2番目の DOC として、プリオラートが認められた。2008年には、リベラデル・ドゥエロが、DO ーから昇格する予定であると報じられたが、 実際にはドゥにとどまった。2003年のワイン法改正時には、新たに畑限定原産地故障が制定され、特定の畑のみから生産される個性豊かなワインとして、2009年に旧の畑が認定されている。DOC リオハ出典 Wines from Spain Japan グキセラーズジャパン保護原産地故障保持理的表示。ありがとうございます。